農業土木。皆さんお疲れ様です、霊夢です。マリサだぜ。今回は農業土木とは切っても切れない関係にある稲作について紹介するぜ。日本の主食としてお米は欠かせないわね。でも最近はパンや麺類などの他の主食も人気があるし、糖質制限のためにお米を食べない人もいるんじゃないかしら。そうだな。米の消費量は年間1人当たり1962年では 118.3kg というピークに対して2018年では 53.5kg にまで減少している。それでも全体として見れば日本の主食は米と言って差し支えないと思うぜ。私もお米大好きよ。明太子や卵と一緒に食べるとたまらないわね。日本の米は世界一だからな。名曲よね。ベイマイベイベイもよく聞いてたわ。あの広告は素晴らしいよな。話が逸れてしまったが、日本における農業土木の歴史は稲作から始まったんだぜ。そうなのね。社会の需要でも稲作が始まったことで集団で定住するようになって、国が起こったって習ったわ。よく覚えているな。縄文時代後期晩期に、中国から日本へ稲作が伝わった可能性が高いとされているぜ。そうなの？米作りが始まったのは弥生時代だと思っていたわ。ああ、確かに水田稲作が本格的に始まったのは弥生時代以降とされている。ただ、縄文時代の地層で稲のプラントオパールが見つかったことから、縄文時代には稲が作付けされていたと推察されているんだ。プラントオパールって何？プラントオパールとは、植物細胞内に蓄積されたケイ酸が化石化したものだ。ケイ酸は稲科植物の葉っぱに特に多く含まれるため、過去の植生を推定する手がかりになるんだぜ。岡山県の浅根花貝塚の土の中から、約6000年前のものが検出されているんだ。6000年前？想像もつかないわ。稲は大きく分けるとインディカ種とジャポニカ種の2種類があって、日本で馴染み深いジャポニカ種は、オカボとも呼ばれる畑作向きの熱帯ジャポニカと、水稲とも呼ばれる水田栽培向きの温帯ジャポニカがあるんだ。稲作といえば水田のイメージがあるわね。水を張っていなくても、米作りはできるの？ああ、日本では水田栽培が主流だが、インドやフィリピンなど他の国々では、水の供給はもっぱら天水を頼りにする陸稲栽培が行われている。日本でも茨城県や栃木県で、豊畑餅や夢の畑餅、日立畑餅といった陸稲向きの品種が栽培されているぜ。日本でも水田以外で、お米が作られているとは知らなかったわ。ところで、天水ってどういうこと？天水とは、言ってしまえば雨のことだ。特に熱帯モンスーン雨林帯では、雨季と乾季がはっきりと交代するという特徴があり、豪雨によって植物が成長するんだぜ。なるほどね。灌漑のための設備を作るにはお金も手間もかかるし、雨水で作物が育つなら、利用するに越したことはないわね。陸稲には、病気などに強く、育てる手間がかからないという特徴もあるんだぜ。まあ、天水栽培では雨が降るかどうかによって収量が左右されてしまうリスクがあるから、可能ならば灌漑設備を整えて、安定した作物栽培を目指したいよな。農林水産省でも、稲作だけではなく、畑作もできる汎用田にするための、補助整備事業を行う動きもあるんだが、この動画では一般的な水田栽培について取り扱っていくぜ。次回以降の動画で、農地の大区画化や汎用化についても紹介できればいいわね。そうだな。とりあえず今回は、日本の農業土木の始まりである水田灌漑について説明していくぞ。オッケーオッケー。さて、前半で中国から日本へ、稲作が伝来したと言ったが、弥生時代には、水田稲作は北九州から本州北部へ、日本各地へ急速に広がっていった。水田稲作には技術が必要だが、それまでの狩猟採集や初期的な農業に比べて生産性が高く、これによって人口が増加して次第に国を形成するようになったとされる。ここで初期的な農業というのは、住居の近くに実のなる木や里芋などを植えたり、雑穀や稲を焼き畑で栽培することを指すぜ。食料が手に入らなくなったら住処を変えて移動しなければならない狩猟採集とは違って、農業は定住しながら食料生産ができるわね。機械がない時代、農地を切り開いてあぜを作って、といった作業はかなりの重労働だったのでしょうけど。その通り、このような仕事は到底一人では不可能だ。村ぐるみの共同作業、それも何十、何百もの村同士が力を合わせなければできない大作業だろうな。水路は繋がっている。自分の目の前の水路をきれいにしても上流からゴミが流れてきたら汚れてしまうし、上流で水路が壊れていれば、水は流れてこなくなる。だからこそ、みんなで協力する必要があったのね。水が少ない都市は、どうしていたのかしら。それも、みんなで相談して決めていたぜ。どの水田にどこまで水を引き、次の水田ではどこまで水がもらえるか、という約束事が決められていた。そういった約束事が何百年もの間手直しされて、現在の水利権につながっているんだ。大昔からずっと続いてきたと考えると、稲作の歴史って本当にすごいわね。灌漑以外にも、収穫した稲を倉庫に蓄え、保存できたことが、生活様式の変化に大きな影響を与えたぜ。お肉や魚、生野菜なんかは冷蔵庫に入れたとしても数日しか持たないけど、お米は長期間保存できるわね。スーパーで売っているお米は精米されているから、春夏は精米年月日から1ヶ月程度、秋冬は2ヶ月程度を目安に食べた方がいいんだぜ。そうだったの？一人暮らしだから、買ってから食べきるまで、2ヶ月くらいはいつもかかっちゃうわ。
外食したりパンなどを食べたりするから、毎日毎日米を炊くわけではないもんな。密閉容器に入れて冷蔵庫で保存したり、夏場は少ない量をこまめに買ったりするのがおすすめだぜ。今年からそうするわ。でも、それだけ賞味期限が短いなら、古代でも倉庫に貯めておける期間は短かったんじゃないの？それは違うな。イネ科の果実はもみ殻に覆われていて、脱穀によりもみ殻を取り除いたものを玄米と呼ぶ。玄米の表面はぬか層に覆われていて、そのぬか層や胚芽を取り除いたものを白米と言うんだ。精米する前であれば、ぬか層がお米の酸化を防いでくれるので、長期的な保存が可能なんだぜ。なるほどね。お米の袋に精米年月日が書かれているのは、精米されてからの時間が、美味しさに関わるからなのね。そうなんだぜ。古代では、米の生産量が増え、倉庫にどんどん蓄えていけたおかげで、共同生活のあり方も変わってきたんだ。どういうこと？例えば、8人の人が労働すれば、10人の人を養うだけの食料が得られたとする。ここで、労働している8人は農民となるが、残りの2人は大家貴族などの特権階級、あるいは宗教家や商人など、他の役割を持てたんだ。余分な米があれば、よその村で作った別の品物と交換することもできた。農作物以外の道具、布や着物、勾玉、動物の毛皮や鉄鉱石など、様々な品物と交換していたとされている。このようにして、農耕社会の成立によって文明が発達していったんだ。農業のおかげで人口が増えて、さらに階級社会が成り立つようになったのかしら。お米がたくさん収穫できる村と、そうでない村との違いが大きそうね。そうだな。村ごとに貧富の差が生まれ、収穫時期を狙った襲撃もあったようだ。蓄えのある大きな村が小さな村を飲み込んで、より大きな国になっていった。紀元後3世紀の日本には、30もの国があったとされている。その中でもトップにあったのが、邪馬台国だな。卑弥呼が治めていた国ね。今でも場所が確定できなくて、近畿説と北九州説があるらしいわね。魏志倭人伝の記述や外交の記録などを根拠にした論争が起こっているらしいな。ここでは、米作りが盛んになることで人口が増え、国ができたということ。そして農耕社会が成立することで、文明が発達してきたことを押さえておいてほしいぜ。これまで縄文時代、弥生時代について見てきたが、古墳時代について語ると長くなりそうなので、今回の動画はここまでにさせてもらうぜ。初めての動画作りということもあって、短いけれどごめんなさいね。古墳時代におけるため池の建設は、しっかりと紹介したいところだからな。ということで、ご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。ウプ主は、農業農村工学を学ぶ1回の学生で、こういう動画を作って専門家や先生に怒られないかとヒヤヒヤしているぜ。界隈の方々におかれましては、ご指摘がございましたら、優しくコメントしていただければ大変助かります。ビビビビ泣かしててくさ。農業や食に関する情報、それに土木建築について扱う動画はいくつか存在するんだが、農業土木を専門に扱うチャンネルが少ないことから、この動画を作り始めたんだ。やっぱり物理学や科学などに比べて、その学問に関わる人口が少ないこともあって、ネットで得られる情報が少ないわよね。ゲーム実況などと比べて、バズりやすい題材ではないことは重々承知しているので、趣味の範囲で細々と続けていきたいぜ。このチャンネルをきっかけにして、一人でも多くの人に、農業土木、農業農村工学という分野に興味を持ってもらえたら嬉しいわ。というわけで、このチャンネルでは扱ってほしいトピックや、感想コメントをどしどし応募しているぜ。励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。